まあ自分自身やっと初ゴールも決めれて、でそれは良かったんですけど、その決めた後チームとしてやっぱりボールを握る時間っていうのが少なくなって、そういうところは反省する点かなと思います。その後半になってからは自分たちもアグレッシブに行くことができて、でチャンスっていうのも多く作れたと思いますし、まあこの後はやっぱ点を取るっていうことを意識してチームとしてやっていきたいなと思います。まあ自分でもやっぱその自分がラストのとこで絡むっていうことができれば相手も困るっていうのは分かっていたので、そういうとこも意識してできたなと思います。まあチームのみんなからはあれ初ゴールでいいのかっていう感じで言われてるんですけど、まあその中学の時にジョジさんっていう恩師が言ってたのが、その決めたらかっこいいっていう言葉があって、その通りだなって自分も思って胸張って初ゴールだって言いたいと思います。まあ今日のようなプレーを見せて全力で戦って勝利をつかみたいと思うので、応援よろしくお願いします。